皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。黒の召喚師10話、こちらもいよいよ2桁まで来ましたね。もうすぐ終わりますね。前回はケルビンが異世界転生召喚をして妹系僕っ子少女レオンを召喚しました。女神様に関しては擬態に憑依している状態だからあのステータスのようです。そんな会話していましたもんね。忘れていました。大変申し訳ありません。今回はレオンの育成パートになるんでしょうか。でもエフィルのように1ヶ月後みたいにはしょられそうですね。どうなるのか見ていきましょうか。これよりネタバレを含みますので嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは黒章10話のあらすじはこちらです。何か違和感を感じて朝方に目を覚ましたケルビン。ケルビンが眠った後に忍び込んで添い寝をしたらしい。3人がぐっすり寝ていた。今日も楽しくなりそうだ。ということで森へとやってきたケルビン一行。規制レベリングでどんどん強くなっていくリオンとメイドの2人たち。貴重なテイム枠を使って低級狼をテイムして喜ばれたりもするのだった。そこへようやく B 級昇格の試験を受けに来た試験官たちのパーティーもやってきた。美女美少女に囲まれたケルビンを見て士気がマリアナ海溝よりも深く下がり撤退してしまう。そもそもセラたちが魔物を狩り尽くしてしまったため一匹も魔物はいない。ただ陰鬱な雰囲気がする安全な森になってしまっていた。そのことを試験官に謝るもあまり気にしていない様子で S 級試験を受けるほど強くなったのかと感心していた。そんな話は寝耳に水であったケルビンは大層驚いてしまったという感じです。リオンはテイムされた狼と共にダイジェストで成長していきましたとさ。めでたしめでたし。そのおかげでここまで成長することができました。あの高校生勇者たちの努力って一体本当に不憫ですね。もちろんあの勇者たちにも成長率倍化やスキルポイント倍化のスキルについては教えましたよね。教えないわけないですよね。ぐんぐんと成長していっている勇者たちに期待ですね。リオンは当然のように S 級のスキルをいくつも持っています。セラが S 級剣術を得得するだけの素質はあるなぁと言っていましたが、スキルポイントを割り振れば手に入れられるお手軽なものじゃなかったんですね。初期スキルはポイントで手に入れられるけど、その後の成長は経験値的なので増えていくシステムということでしょう。視聴者には分からぬところで努力していたようです。じゃあ隠蔽とか危険察知のような常時発動系のスキルはどうやってランクアップしていくんでしょうか。時間経過なのかしら。隠蔽だったら鑑定をされまくるとか、危険察知は地雷原を歩きまくるとか。でもそれって常時使用しているのと結果は変わらないわけですし、そんなすぐに上がっていくわけないはずなんですが、どうやってケルビンは隠蔽を S 級にまで短期間で上げることができたんでしょうか。こんな簡単に上げられるんだったらみんな S 級になってますよね。鑑定スキルだって使えば使うほどランクが上がるんだったらみんな S 級になっててもおかしくないですよね。使用に MP が必要で無制限には使えないという縛りはあるのかもしれませんけれど、そんな強くなったリオンなのですが、悪人とはいえ平然と人を切り伏せていますが、人の命を奪うことに何も感じないの？全部倒したことには大変喜びを感じているようですけれど、生き残ったんですから喜びがあるのはわかりますが、喜びだけ？これだからナロー系主人公は操り人形って言われるんですよ。人を切った時の感覚や心情って他とは違うと思うんですよ。どうしてこうも人の心がない描写になってしまうんですか？サイコパスなんですか？そうなんですか？お人形じゃないんですよね。ちゃんとその世界で生きている命ある人間なんですよね。それなのにどうしてこんな描写になるんですか？尺の都合でこうなったのかもしれませんが、悪人である人の命を扱う場面なんですからもっと考えて描写してくださいよ。それともダイジェストの間に初体験を済ませてしまっていたんですか？これが初陣じゃなかったんですかね。何も感じなくなるほどに切っているんだとしたら一体何が起こったというんでしょうか。その大量コロコロの方が恐ろしいですよ。
事前に人の命を奪っても何も感じなくなる描写があれば問題なかったのにさ。人間らしさを感じられないのは本当よろしくないですよ。今回も順調にひどいですね。やっぱり戦闘だけやらせておかないといけないみたいですね。さてここからは、このレオンのひどさに比べたら全然マシなことを言っていきますか。この試験官って現役の冒険者だったんですね。しかも C 級だったんだ。C 級の人が C 級昇格試験の試験官をしてたんだって思うとちょっと驚きです。確かに強い人が少ないって言っていたのでしょうがないんでしょうけれど、ここまで弱い人がやっていたとは知りませんでした。でもここの町ってどこの国にも属していない中立な立場で結構栄えているんじゃないんでしたっけ？そこの町に強者がいないっていうのはどうしてでしょうね。そういう町だから、と言われればそうなんですけれど、気になります。しかもケルビンは今度 S 級の昇格試験を受けるんですよね。誰が試験するの？そもそもさ、ケルビンは特例で昇格したから良いものの、B 級、A 級って誰が試験するわけ？このギルドにはあの捕まった B 級キザ男が一番強かったんでしょ？ C 級までは試験官との模擬戦で昇格して、B 級以上はクエストをクリアして決定するんでしょうか？試験官が昇格のために森に来ていたからきっとそうなんでしょう。冒険者はクエストを達成できるかどうかが重要なんだから、全部クエスト制にすればいいじゃない。あえて模擬戦システムを採用しているんでしょうか。下の層だから昇格試験を受ける人はたくさんいるはずですから、いちいち模擬戦をしていたらキリがないと思うんです。だから下の層こそ昇格クエストを発注して決定する方が楽だと思うんです。お金の力でどうにかできちゃうかもしれませんが、そんなことやったってその後の実力が釣り合ってきませんしね。謎なシステム。そして最後の方に帝国側の人たちが会議をしていたんですよ。円卓会議を。なんで円卓会議してるの？円卓会議は参加者間の相互関係や席次の明確化を避けるなどの目的で円卓を用いて行われる会議のことらしいです。帝国、ということは皇帝がトップなわけで、ここは皇帝とその配下しかいない場所ですよ。わざわざ上下関係を不明瞭にさせておく必要ってありますか？ないですよね。とってもフレンドリーなんでしょうね。おそらく皇帝という存在はいるけど、クラス委員長レベルの、誰でもなれるような地位なんですよ。あの人たちが交代交代でなっているような地位だからきっと円卓で仲良しさを出しておいた方がいいんですよ。そうですよね、作者様。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。このような私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップも始めたので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。